お前、ケジなしなのか？いえ、違います。先ほどもお伝えした通り、僕はクリアと言います。その手品師という方はどなたですか？いや、まあいいや、気にするな。ではまた。もう、なんだったんだ。店、戻ろう。お雑煮、お雑煮。ああ。ああ、青葉さん。おう、久しぶり。水木さんに用っすか？うちに注文入ってたからさ、届けに来た。水木さん、今たまり場ですよ。そっか、じゃあそっち行ってみるわ。毎度あり、平凡宅急便でーす。ああ、頼んどいたやつか。サンキュー。わざわざありがとな。お前んところ店ってマイナーなパーツも扱ってるから頼りになるよ。店長に伝えとく。この後はもう帰るのか？なあ。お疲れ。今から店戻るからさ、なんか飲んでけよ。じゃあ、お言葉に甘えて。
なんか今日客少ない？そうだな。どうした？いや、ほら、昨日話しただろ、神隠し。ああ、あれのせいもあると思うんだよな、客減ってんの。え、みんな怖がって出歩かなくなってるとか？まだそこまでの影響は出てないだろうが、全体的に落ちてるっつか、空気がそんな感じ。なるほどね。あの後また情報が入ってな、本当か嘘かは全然わかんねえんだけど。チーム拉致ってんの、やっぱりモルヒネだって話だ。そんなわけねえだろ、だってモルヒネは、モルヒネを見たってやつも出てきたらしいんだよ。どうせ注目浴びたいバカの出まかせだろ、そんなの信じるのか？だから本当か嘘かは分かんねえって言っただろ、人から聞いただけだしな。とにかく今リブのチームはみんな襲撃を受ける恐れがあるってんで殺気立ってる。まあでも、モルヒネだろうとなんだろうとうちには関係ねえけどな、敵じゃねえし。だな。そうだ、なんか飲むか？あっち行こうぜ。これ前からあった？ああ、それ、いや、俺が尊敬する堀氏からもらったんだ。かっこいいだろ、神の腕前っつって有名な人なんだけど、店持ったりとかしてなくてさ、知り合いづてじゃないと掘ってもらえないんだよな。一元さんお断りってことか？そうそう、ちょっと前に偶然この店に来て、その時にもらったんだよ。なんかやっぱ普通じゃないオーラを感じる人だったな。そんなにすごいなら俺も一回見てみてえな。お前掘らねえんだろ？うん。じゃダメだ。どうしてもというなら100万円になります。高っ、ぼったくりだろう。もしもし。ああ、よかったです。あ、おばちゃん。はい。私よ、私。よしえよ。どうしたんですか？はい。タエさんが、ばあちゃんが。
なんだよお前たちは。まったく大げさなんだよお前たちは。しょうがねえだろ、みんな心配なんだよばあちゃんのことが。俺だって。私はまだまだ元気だよ。それはよくわかってるけどさ。動けなくなったくらいですぐ死んじまうみたいな扱いしやがって。いてて、蹴るなって。とにかく明日病院行こうな。昔は俺がよくおぶってもらってたんだよな。ん？いや、昔のことなんか思い出してさ。お前はしょっちゅう一人でどっか行っちまってたからね。一人で？そうさ、ちょっと目を離すとあっという間にいなくなっちまう。そうなんだ、全然覚えてない。寂しかったんだろうよ。寂しかった？なんで？お前が一人で出ていくようになったのは両親がいなくなってからだからね。ああ。まあお前もまだ小さかったからね、無理もないだろうよ。それが今じゃバカみたいに大きくなっちまって。そりゃな、この年で子供の時と変わらなかったらさすがにな。誰もそんなこと言ってるんじゃないよ。ばあちゃん、昔みたいに俺のことおぶれる？元気なうちにチャレンジしとく？バカ言うな、あたしを殺す気かい。冗談だって。ばあちゃん。なんだい？軽いな。うるさいっつんだ。